はい、今日はですね、雨でお仕事が早く終わったんで小鉢ちゃん作りたいと思います。これなんだかわかります？ペペロミアジェラちゃん、ビヨヨーンって伸びてたんでカットしてきました。ミニミニ観葉植物ね、この間鉢カバー入れている時足りなかったんで作りたいと思います。まずはカット、刺しやすいようにですね、短く、あまり長いとジェイドちゃんはバランス悪いんで結構短くカットします。今日はですね、昨日からずっと雨が降っていたんで10月中旬なのになんだか梅雨みたいなね天候でした。ジメジメしていて汗びっちょりです。ペペロミアの中でもですね、このジェイドちゃん、葉っぱ雫みたいでとっても可愛いと思いませんか？僕ね大好きで、これ一度カットしてね挿し木したんですけど割と簡単につくんでおすすめです。ひょろひょろっとね長く伸びていくんですよ。でジェイドちゃんはね、本当先ほども言いましたけど短くですね、ちっちゃくまとまった方がとっても可愛くなるんで、ほんとね短めにカットすることがおすすめです。はい、数はねあんまり多くなかったんですけど、葉っぱの芯の方とカットして上の方がない部分に分けました。まあ3つしかありませんけど、そしてこちらはカットしたね葉っぱだけの部分です。これもね刺しちゃいたいと思います。じゃあやってみようと、その前にビニールポット取りに行ってたらスタッフくんが寄せ植え作ってたんで、こちらもね眺めてみましょう。これなんだかわかりますか？幸福の木のね一種でドラセナです。今持っているやつはですね、ホワイトストライプ、青葉ネキとレモンライムの寄せ植えを作っているみたいです。レンタルから帰ってきた商品でしょぼくなってね、単体では使えないものたちを集めて一鉢を作ってるみたいですね。こんなやつ使えないでしょ。こんな鉢の植物でたくさんあるんですよ。ギュギュッと抜いてね、まずは土を落とし枯れ葉なんかをね取り除いて入れていきます。どんな感じになるかな。はい、バランスをねしっかり見ながら植え込んでいきますよ。ほんとねこういうの作るのとっても上手なんですよ。ちょっと空いた時間でパパッと作ってくれるのでね、とっても重宝します。皆さんもね、空いた時間とちょっとしょぼい観葉植物あったら寄せ植え作ってみてはいかがでしょうか。片方だけがね、臭みしくならないようにしっかりバランスを見て入れていきます。どうかな、ちょっと傾いていたりバランスの悪い枝は支柱を使ったり他の枝に紐で結びつけてあげたりするといい感じに仕上がると思います。バランスが取れたら土を入れていきます。土を入れるときね、注意しないと傾いたりしてまた形が崩れたりするので、しっかりね作った形が崩れないように固定しながら土を入れていきます。あとはバランスを見ながらしっかり棒でついて固めたらおしまいです。はい、ジェイドちゃんやっていきましょう。今日はですね、ほんとちっちゃいビニールポット
1号サイズっていうのかな、ちょっとサイズ感わからないんですいませんけど、ほんと小さいねビニールポットに植え込んでいきたいと思います。ジェドちゃん、茎がね案外柔らかいんでふわふわっとした感じで最初ポットにね土を入れます。あんまりがっつりですね固めちゃうと全然刺さらなくなるんで、ここはですねコツがいりますよ。ふわふわです。はい、こんな感じでね準備したらブスブスっと刺していきます。ふわふわだからスッと刺さりますよ。今回はね2本ずつ入れていきます。ブスブスっと軽く刺すだけです。よいしょ。これただ単に刺してるように見えますけど、しっかりですねこの節の部分を残して刺すんですよ。なのでこれねカットするときに注意が必要です。節をしっかり残して節を土に刺す、これが大事です。余ったからね3本ずつにしちゃいましょう。うん、やっぱりボリュームが出る。これは2本よりね3本の方が良さそうですね。はい、お、いい感じです。はい、そうしたらね土を入れて固めていきます。これやらないとグラグラになりますからしっかりやってください。このジェードちゃんあるようでなかなか見ないと思いませんか。僕もね熊本で販売されているのあまり見ないので、ちょっとお値段高かったんですけど半年ぐらい前にね買ってきてカットして増やしています。これ自分でね使う分なんで大丈夫ですけど、品種によっては増やしちゃいけないやつあるかもしれないので皆さん気をつけてくださいね。これは実験ですけどカットした葉っぱも刺してみようと思います。茎付きのやつをちょんと、でもグラグラですね。ちょっと変えます。この茎をねパチンとカットしてこの葉っぱだけをね刺してみようと思います。カットした部分からひょっとしたらね根っこが出るかもしれません。はい、こんな感じで出来上がりました。普通にね刺した部分は結構いい感じですよね。問題はこの葉っぱちゃんたち、葉っぱだけの部分と葉っぱと茎の部分、この2つをね実験してみました。まあこれでついたらラッキーだなと思います。結果をお楽しみに。じゃあね、今回はジェイドちゃんの小鉢の刺し目のやり方、そしてスタッフくんが作ってくれた青姉貴の寄せ植えちゃんでした。皆さん参考にしてみてください。それじゃあ今回はこんなところで、バイバイ。